YouTube マッキーチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ベーシストマッキーです。今日もですね、スワップベース初心者でも5音でできるペンタ手癖フレーズということで、ペンタトニックスケールを使ってちょっとかっこいいフレーズを作ってみましたので、解説したいと思います。これね、今日もいいのね、キーであるんですけど、3弦の5フレットハンマリング、ドゥドゥエドゥ、4弦の5フレットハンマリング、ドラドラドワ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 ツタツツタツタドで開放弦、3弦の5フレット7フレットハンマリング、4弦の5フレット7フレットハンマリングで、サムゴーストプルサムゴーストプルゴーストサム2回2度打ちですね。で、3弦2弦の5フレット7フレットハンマリング、ハンマリングした後にもう1回サムゴーストで、最後に4弦の開放弦、という感じでね。まあちょっとポイントとしてはね、このね、3弦4弦をね、5757で2弦に行く、3弦3ハンマリング、4弦ハンマリングで次2弦に行くって感じで、2弦のね5フレットね、プルするときはちょっと僕の場合はこのグリップハンド握り込みスタイル、まあロックスタイルのフィンガリングフォームで、こういう感じね。あと二度打ちがありますね。あとはもうサムゴースト二度打ち、これもちょっとテンポが入って難しいので、あと最後に豪快にこう開放弦で決めるという感じで、ということでね、ちょっとこんな感じのハッタリフレーズやってます。皆さんもね、ちょっと今回のフレーズちょっと手癖にしてみてはいかがでしょうか。頑張っていきましょう。 YouTube マッキーチャンネルでした。さよなら、さよなら、さよなら。マッキー流モテるベースメルマガはこちら、 YouTube マッキーチャンネルもよろしくね。